モーター。はい、なんと気になってた車が受賞しちゃいましたということで、まあ、今閉会式後なんですけど、そんな車を取材させてもらいたいと思います。自己紹介なんてしてもらっていいですか。はい、こちらのインプレッサ乗ってます、さおちゃんと言います。今日のために自家塗装してキャンディレッドに塗って挑みました。結果6位取れたんで大満足してます。おめでとうございます。ありがとうございます。いややっぱね、僕見る目あるなって我ながら思うんですよね。やっぱね、こう、まあ、僕もインプレッサ乗ってるからちょっとこうひいきしてるところはあるんですけどね、自分が見てかっこいいなと思って車が入賞するとね、やっぱ俺見る目あるななんて思ってます。ということで、そんなこちらの GDB どんなカスタムしてあるのかとか、そんなことをね、掘り葉掘り聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。エアロパーツから何がついてるのか教えてもらいたいんですけど、はい、フロントバンパーは、バリスです。バリス、はい、昔からバリスに憧れてて、はい、もう一目惚れでした。おー、分かる。攻撃的な感じがすごい大好きで、はいはいはい、このサイドのダクトの穴とか、そうですね、そういうデザインですよね。これちなみにボンネットのこれ、ボンネットフィニッシャーですね。これもついてます。これチャージスピードかな、チャージスピード。なるほどです。昔のさ、結構レアアイテムらしくて、みんなにすごいいいねって言われました。カナードもバリスですね。はい、はい、これキャリパー塗ってあるわけじゃないんですよね。ないですね、純正ですね。 A ラインというグレードなので純正で黒のブレンボですね、はい。で、ホイールが、ホイールがワークの CR 回です。はい、もう鉄板ですね。なんかここにゴミ溜まってるんだって。朝来た時の、結構道が悪くて、あ、落としたのが。あ、やっぱ WRC に憧れて、道なき道を、道なき悪事をやってきたんですね。で、こうサイドステップなんですけど、サイドステップはチャージスピードですね。チャージスピード。はい。リアバンパー。リアバンパーもバリスですね。はい、バリス、うん。すごい気に入ってます。マフラーは何ですか。マフラーはこれ柿本の GT1OZ で競技用が入ってます。うるさいやつだ。うるさいやつですかね。もちろん、ね、蓋して帰るんですもんね。いやそうですね。ビーだこれはもしかして動く。動きます。これはもうスバルでは下のボルトを1本抜いて、そうです。いいですか、動かして。いいですよ。はい、これそうなんですよ。この時代のスバルってリア あのナンバーの下にボルトがステイがボルトで止まってるんですけど、それ抜いちゃうとこれこうなるんですよっていう。ウィングを教えてください。ウィングがオリジンの 1750mm です。でかいやつだ。でかいやつですね。これもやっぱ一般コード走れないから外して。そうですね。ですよね。ステッカーはもうこれ全部友達からのもらい物を集めて。女子力。やっぱあれですか、ワイヤーで。ワイヤーはこれは昨日彼氏さんが貼ってくれました。すごい横揺れがずっと気になっててワイヤーを貼ろうっていう話だったんですけど、私がなーなーにしててイベント出すからってことで昨日急遽。羽が動いちゃうんですよね。そうですね、だいぶ変わりました。ステアリングが、こちらがあの友達から安く譲ってもらった NRG とナルディのディープコーンにこの間買いました。どうですか、やっぱディープコーンだとハンドル手前に来るじゃないですか。そうですね、セミバケなのでちょっと下がっちゃうんで、どうしてもだいぶ運転しやすくなりました。あとこれ彼氏さんとお揃いなんで、おすごい嬉しいです。いいっす、かわいらしいっす。シフトノブとシュシュ。そうですね、これ買った時からもうすぐにつけてだいぶ色あせてきちゃいました。ポニーテールとじゃないんですね。シフトノブですね。シフトノブとシュッシュ。リバースやるときにちょっと邪魔になっちゃうんですけど、でもこれはもう外せないですね。女子力。そうですね。少しでも。この車 A ラインっていう車ですから。はい、そうです。これがね、シートが、はい、いいやつなんですよね。いいやつですね。アルカンターラ使われてますね。聞いた話では。オーディオ類を全部自分で作業されたっていう風に聞いたんですけど。そうですね、あのダイヤトーンのスピーカーが入ってるのと、あとナビもサウンドナビ、ダイヤトーンのサウンドナビが入ってて、これも全部配線を自分でやりました。めちゃくちゃ大変ですよね。いやもう配線系は得意なんで、そうなんですね、そんなに時間かからず、はい、まあ、やってますね、はい。
あとは、あとはですね、夜にならないと分かんないんですけど、アンダーネオンも、はい、ついてまして、でそのアンダーネオンが携帯で操作して色を変えれるという特殊なものがついてるので。それってメーカーはどこにも、メーカーはちょっと分かんないんですけど日本のではないですね。ふと気づいたんですけど、ネックレスが、そうです、今日のドレスコードのメガネが、メガネリンチ、メガネのネックレスをつけてきました、はい、普段はこの GTP はどういう使い方されてるんですか？普段はもう乗らずに通勤車でムーブー乗ってるんで。なるほど。でも街乗りとかはあんまりしない？あんまりしないですね。ただ夜ちょっと出かけるのは彼氏の妊婦の方でちょっとやってます。じゃあどういう時走るんですか？どういう時に、どういう時でしょう。最近乗ってなかったんで、本当全塗装してて2ヶ月ぐらい乗ってなかったんで。これあの全部自分で塗られたらしいんですけど、時間どんくらいかかったんですか？時間はちょっと私の仕事の休みが土曜の午後と日曜日しかないので1ヶ月ちょっとかかってますね。お休みの日にしかちょっと触れないので、はい、これはあれですよね、ガレージみたいのを作って、カーポートで、はい、カーポート作ってそれをマスキングして、マスキングしてやりました。シュー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 。そうですね、ガンデンも塗りました。元の色は何だったの？元の色はオブシディアンブラックパールですね。黒でした。サーキットとかって走ったりとか？サーキットはこれから走れればなと思ってます。これから、はい、サーキットデビュー、はい、せっかく早いので ECU もいじってあるので。おー、そうなんですね、はい、楽しみです、ね、そうですね。ちなみにあれなんですよね、彼氏さんは GDA、 GDA です、タンス系で、私は走りメインで、はい、やってます。あのかっこいいですよ、多分ここら辺に写真がポンって出ると思うんですけどかっこいい丸めのインプレッサーだね、丸めのピンクで、今後この車はどういう風にカスタムしていきたいとかってありますか？今後はもう、あとはメンテナンスで維持をしっかりして、まあゆくゆくは自分の子供に譲って、早いうちからサーキットデビューさせたいなと子供を思ってます。英才教育母ちゃんに。そうですねじゃあもう特にこある程度もいじったの で、ね、メンテナンスして、ホイールだけちょっと変えれたらなと思います。ホイール、はい、ちなみに候補とかあるんですか？今のところはないんですけど、ただリアの面がだいぶ気になってしまってるので、ホイールだけは視野に入れてきます。楽しみにしてます。はい、はい、私の車についているパーツはモタガレで買えます。はい、モーターズの石崎です。いつもモーターズチャンネル見てくださってありがとうございます。ところで皆さん、モタガレってご存知ですか？モタガレっていうのは、今まで探すことが難しかったカーグッズやパーツ、さらにはカスタムカーも購入できる日本最大級の自動車用品専門の通販サイトなんです。しかもただの通販サイトじゃないんですよ。パーツの情報や販売はもちろん、カスタムの相談だったり、購入した商品の取り付け店の紹介までサポートしてくれるウェブサービスなんです。つまり欲しいパーツが見つからなかったり、カスタムの仕方がわからない、そんな人はぜひ一度モタガレをチェックしてみてください。